薄塚古墳は、大分県薄木市、大和在灘にある古墳。1948年9月10日に、大分県の史跡に指定されている。薄木市北部を流れる熊崎川流域の鉱石台地の標高、約20メートルの台地南端にある、全長約87メートル、公園部計約45メートル、高さ約6メートル、 前方部幅約45メートルの薄木地方最大の前方公園墳である。5世紀中頃の築造と推定されている。墳球場には明治時代に薄木神社の現在の社殿が建築されており、このために墳球の一部が切削されているが、全体としては原形をよく留めている。前方部と公園部の境には元来2基の石工が建てられていた。 これらの石工は1976年6月5日に国の重要文化財に指定されており、現在は薄木神社境内の山道脇に大屋を設けて移設されている。薄木神社の現在の社殿建築時に公園部から大小2基の船型石棺が発見されており、各石棺は一枚岩をくり抜いて作られ、内面全体に種が施されており。 それぞれ2体の人骨が埋葬されていたとしている。これらの人骨の外事には潜水によって生じることが多い外事動骨種が認められることから、被葬者はアマであったと推定されている。また、副葬品として、暗い、イタリ山高層流橋及び変形渋滞橋の2面の、鏡、鉄剣、鉄刀鉄矛炭鉱等の武具や、会話、 マガタマ等の送信具が出土している。なお、鏡はいずれも白菜鏡である。被走者は古墳の規模、副装品、外事の特徴から、この地域の天の支配者層であると考えられている。薄塚古墳に見られる石工は、石人石場のような石像の一種で、細い円柱状の大部に、二つの円錐を頂部でつなげたような形状の道具が乗る石製品であり、 甲冑を着た人をかたどった石像であるとされる。ただし、頭部は作られていない。その形が、薄とキネのようにも見えることから、薄木の地名はこの石工から起こったものであるとする、説もある。全国的に見ると、石人、石馬は、北部九州を中心に分布し、そのうち、特に、筑紫くん、岩の墓に否定される、福岡県の岩戸山古墳では、80基を超える。 石人、石馬が発見されている。大分県内では他に、同じく、薄木市の熊崎川流域にある下山古墳のみで見られるもので、北部九州の分布域から離れた、文後水道沿岸の薄木にのみ分布していることが、注目されている。ありがとうございます。